厳しい暑さが続く中、熱中症と新型コロナウイルスを同時に対策してもらおうと、京都府の企業が神戸市内の3つの小学校にスクール傘を寄付しました。子ども用の傘220本を寄付したのは、京都府に本社を構えるファッション雑貨の卸売業者ムーンバットです。神戸市西区の大三寺小学校の児童たちは、炎天下の中およそ30分かけて毎日歩いて登校しています。子どもたちの熱中症対策などに役立ててもらおうと、作られた傘は雨の日と晴れの日両方に使えるもので、日差しや熱を遮る加工がされています。また傘を差すことで一定の距離が確保できるとして、新型コロナウイルスの感染防止にも期待されています。マスクしているからめっちゃ暑いです。汗かいたりするので、全然違う、なんか涼しくなる。思ってたよりかなり丈夫で長く使えるのでいいと思います。ムーンバットによりますと、この傘は来年をめどに販売を始める予定だということです。